皆さんこんにちは、ケルです、えー。今回から始まりましたコーナー、ケルモノ。はい。いろんなものをこれからご紹介していきたいと思います。で、今回ですね、えー、一番最初にご紹介するのは、こちら。はい。コ、えーレルから出ています。ビデオスタジオプロ X7 ですね。はい。動画編集ソフトということになります。はい。 こちら、今僕もゲーム実況とかでいっぱい使ってるんですけど、まあそれ以外の動画もいろいろ編集できます。はい。一応初心者の方におすすめかなというわかりやすさというのは売りですね。はい。で、まああのー、基本的な使い方のみこれからご紹介していきたいと思います。えー、なおですね、えっ、ー、と先ほど、えー、もうへビデオの方は撮ったんですけど、はい。えっ、ー、と、かなり音声の乱れがあります。いきなり音が大きくなったり、えー、するので、そこら辺は ご了承ください。ということで、えー、本編に行きたいと思います。それでは、バイバイ。ということで、えー、と、立ち上げたところから始めます。まず最初、こういう画面が出てくるんですけど、えー、と、最初にタイトルを決めてください。えー、ここにある追加からですね。はい、フォルダー。で、今回は、えー、と、テスト用にマインクラフト、はい、を使いますので、 えー、こちらで、マイクラ。はい。まあ、ひらがなですけど、入れちゃいます。はい。で、えー、次にですね、えーと、動画に載せたいファイルを取り込みます。ここですね。この白い部分。はい。これで、えー、と僕の場合は、えーと、ボリューム E の方にね、もう入れてますので、 それは個人個人入れる場所が違うので、それは、あの、自分で <laughs>、ごめんなさい。えっ、ー、と、見つけてください。はい。で、えー、ここで、動画編集前ビデオ。これも僕が自分で作ったものです。はい。これはご自分で振り分けて、えー、どの動画がどこに入っているのか、編集前なのか、編集済みなのか、わかるようにしたらいいと思います。はい。で、ここですね。 で、僕が入れたのは、えー、編集用に、えー、1と2ですね。入れてますので、まずは1。はい。そうすると、えー、録画した一番最初のトップの静止画が出られますね。出られますって出ますね。はい。<laughs> で、編集に入れます。で、えー、それとは別にですね、 えっと、いつもオープニングとエンディングを入れてるので、そういうのがお持ちの場合、えー、それも一緒に全部呼びます。はい。僕の場合、えー、ケルケルームゲームズ。これがオープニング。で、エンディング。はい。あとは使う BGM ですね。はい。ゲーム内の BGM 使う場合と、あと、まあ、他から引っ張ってくる場合があるんですけど、 この場合ですね、著作権の関係もあるので、えー、ちょうど使ったものが、えー、その著作権に引っかかり、えー、削除されてしまうっていう原因も考えられます。ので、ここら辺は、えー、十分注意して、えー、使ってみてください。はい。で、えー、最初ね、あのー、使いたいものを一番最初のところに入れるんですけど、はい。 ここ、まず最初、オープニングですね。僕の場合もオープニング作っちゃってるので、入れてみます。はい。で、これでオープニングが有効です。ここでストップですね。はい。で、これがですね、えっ、ー、と、ボリューム、通常の 初期のボリュームだと100なんですけど、これだと動画に流すときにかなりうるさい音になってしまいますので、僕は、えー、一応45程度にしてます。これはあのー、何て言うんですか、使う素材によってボリュームが全然あの違いますので、えー、45でいいんだなっていう感覚ではいないでください。はい。その使う素材によって違います。はい。これより全然うるさい場合は45にしても ね、あの収まらない場合もあるのではいで次に動画を入れますはいで動画を再生しますあああ <laughs> いきまーす 皆さん、こ,、はいえー、と皆さん,こんにちは。から始まるのが僕の実況なんですけど、えーと、今行きますとかその前に合図が入りましたよね。はい。で、それより、えー、ちょっといい頃合いを、今、再生ポイントとしてはこのポイントなんですけど、ちょっといい頃合いを、えー、選択します。えー、僕の場合、この程度ですね。今喋ってるポイントよりちょっと前のポイントを選んで、 で、えー、それより前の無音の動画っていうのはいりませんよね。ですから、えー、このマウスを、この動画、オレンジの枠の動画の端っこ、左端に当てると、ちょっと黒い矢印が出ますから、それを、えー、左クリックしたまんま、こちら側に持ってきます。はい。で、今のバーに当てます。ちょうどこのバーにぴったり合わさるように当てます。はい。これでカットされました。 はい、で、えー、オープニングと続けると皆さんこんにちはケルですこういう感じになりますよね今日はで思いっきり今違和感がありましたよね、あのー、自然に切り替わるようにするためには今度こちら、えー、上から3つ目かな AB と書いてある、はい、トランジションというものを選択しますはい この中にいろいろねあの切り替わるあのエフェクトみたいのがあるんですけどでねあ,のあまりやりすぎちゃうのもあのどうかと思うんですねうんあの派手に演出するのもいいんですけどあのそこまでほとんど使わないです正直一番使うのが、えー、このクロスフェードってやつですねこれが一般的によく使われる皆さんも使ってる代表的なものだと思っていただいていいと思います このクロスフェードを、えー、左クリックしたまんまこの間に持っていきますはいこんな感じですそうすると自然に切り替わりが皆さんこんにちはケルですはいこんな感じに滑らかになりますよねはいで え続けて動画の方を見ていきましょう。ちょっと動画で喋ってるのも僕の声なんで、わわしい部分あるかもしれませんけど、ご了承ください。はい。一応僕、今から無言で言いますから。はい。はい。今日はマインクラフトをやっていきたいと思います。はい。ということでですね、えーと、今回は、えー、建設中の船を見に行きたいと思います。 えっと、こっからですね、えっ、ー、と、少々無言が続くんですよ。で、この部分いらないなっていう部分のカットの仕方です。はい。まずは、え喋、ー、り終わったところから。どこら辺だろう。ここなですね、えっ、ー、と、今回は、えー、建設中の船を見に行きたいと思います。はい。こんな感じで止めます。 で、ここのあたりで、えー、このバーのね、グリーンのバーの上で、えー、右クリック。そうすると、えー、ここに、クリップの分割っていうのが出てきます。はい。これをクリックします。左クリックね。はい。そうすると、ここで今、あの、素材が2つに分かれました。はい。で、これを、さっきの無音が終わるところまで、えーっとね、 こんなところかなはいここら辺からちょっとじゃあ再生してみましょうはいえっ、ー、と向こうにそびえ立っているのはいえっ、ー、とどこら辺でしょうねはいから始まりますねはいはいここら辺ですね で、ここら辺の、今、ここら辺が、はいと言った場所なので、ちょっと手前で、えー、また、ここで、えー、えー、左、右、右クリックですね。で、ここでクリップの分割、また、ここで2等分されました。はい。ということは、この前の、この素材は、もう全く使わない素材になりますよね。あの、喋ってないので、見てる方もつまらない。ただ歩いてるだけのシーンになりますから。 でここでいらない素材の上で、また右クリックで、えー、上の方、コピーの下に削除っていうのがあります。で削除しちゃってください。はい。で、今度さっきつないだ部分に戻ります。はい。一番最初の部分ですね、これね。見に行きたいと思います。はい。えっ、ー、と、向こうにそびえ立っているのが、 で、えー、またこの部分、えー、結合部分が不自然になってしまいましたので、えー、さっきと同じようにまた AB トランジション選択してクロスフェードをまた入れちゃいますはい見に行きたいと思いますはいえー、と向こうにそびえ立っているのが建設中の船と豚ですはい、はい <laughs> 被はいがかぶったはいこんな感じになりますねうんでじゃあそのつ結構この動画長いんですけどちょっと見てみましょうはいいきますいきますから多分また無音が続くと思いますのでまたここで、えー、クリップを分割しますで再生します 長いね、やっぱりね無音がね船の前で一言あるはずですねうんえっ、ー、とこちらですねはいはい。で動画をですね、えー、録画するときに今見たくいきなり始まっちゃうようにするとあのー、ちょっと やり過ごしてしまいますので、できればカウントダウン自分でやった方がいいと思います。僕は普段はカウントダウンやってます。えー、っと、3、2、1、はい、なんとかみたいな感じで自分でやった方が、えー、やりやすいですね。編集しやすいです。では、ちょっと戻ってみてみましょう。えー、っと。うん。 はい今、うんってとこから始まったんで、ここで、瞬間で切っていただいて、またここでクリップの分割します。はい。で、えー、ここがいらない動画になってしまいましたので、これをまた右クリックで、これも削除。はい。で、さっきのつなぎ目ですね、またこれが不自然になっているので、えー、クロスフェードを入れます。 で、その前からちょっと見てみましょうと、豚ですはい、いきますえっ、ー、と、こちらですねはいうん、まあ、簡易的なものですけどえっ、ー、と、これから中に入ってみたいと思いますはい一応ですね、えっ、ー、と、二階建てと申しますか中と外に分かれています えーとこちらからとはいえっ、ー、と前と後ろですね前の方とあと線尾から上がれるようになっておりますはいで今空いているこの部分はですねえっ、ー、と土を入れてちょっと自然をね 表現したいと思ったんですけど、えー、ここが緑色になりません。<laughs> ずーっと土のままなんで予想外ですね。はい、もう一段足して、えー、2層にしたら緑色になるのかどうなのかはまだやってないのでわかりません。はい。こんな感じですね。うん。あとは上へ登れる。これは。 いけるかなはい展望台ですまあ展望台というか監視台というのは正解でしょうかねうんはいはいここで終わってますね えっと、えー、途中最後の「はい」でえー、っとエンディングは別にまたありますので「はい」で切りましょうというのは正解でしょうかねうんはいはいここで切りますでえー、っとここで今度はエンディングにつなげるファイルがまたありますから、えー、この部分はいらないことになります はい、の場合は今度はさっきとは逆で、えー、右端にこのカーソルを当てると、えー、黒の矢印が出ますので、えー、左クリックしたままこの今の位置まで持っていきますはいこれでカットされましたね最後の部分がねでエンディングに使うファイルを今度左クリックでまたドラッグして持ってきますで再生してみましょう いうこ,とはい、ここから始まりましたね。ちょっと前からこの辺かな。はい。で、ここは、えっ、ー、と、クリップの分割をして、ここを削除していただいてもいいんですけど、もうこれ、見える範囲ですから、この地点まで、これを、またこういう風に、左クリックずーっと持ってきて、ピタッと収めれば、これでカットされることになるんですね。はい。でもちろん、この部分、つ、え、な、ー、ぎ目何もしてないので、 再生すると不自然な感じになります。うん。はい。ということで、はい、こんな感じですね。なので、またさっきの、えー、クロスフェード、これを入れます。うん。はい。ということで、えー、今回のマインクラフトは、えー、建設中の 船を見に行こうということでご紹介いたしました。はい。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバーイ。はい。こんな感じで動画は終わります。もうちょっとかな。お辞儀して終わり。はい。で、ここもまた同じように、もうこの部分いりませんから、はい。この部分を左クリック持ってきたまま押したまま 合わせてこれで動画の完了となりますあとはエンディングをここに足せばはい完了なんですけどで次にですねえー、っとまあ基本的な初歩的なやり方なので僕もあまり難しいことやってないので知る限りで皆さんにご紹介しますえー、っと例えばオープニングから始まります皆さんこんにちはケルですははい今日はマインクラフトを はい。ここでタイトルをご紹介しましたよね。今、マインクラフトと言いました。はい。ここですね。はい。で、この部分でタイトルを出したいって場合は、えー、と、さっきの A、B の下にアルファベットの T ありますので、T をクリック、左クリック。そうすると画面上に、ここをダブルクリックするとタイトルが追加されます。はい。ここ出ます。でダブルクリックします。はい。そうすると、ここに、 バーが、今点滅しているバーが現れますね。ここでえ打ちたい文字を打つとこういうふうに出てきます。はい。で、この位置、今こういうふうにも移動できるんですけど、この端っこの方にですね、配置ってあります。これで正確な位置を配置できます。例えば真ん中を押すと真ん中。で、中央、下中央に揃え。 ヘルプが出てきますのでこうですね。で上中央。はい。で左中央。で右中央。で斜めもできますね。今回の場合は、えー、中央にしておきます。はい。でマイクラだけじゃちょっと寂しいので。えー。ご紹介。打ちます。 はいで今これオレンジになってるんですけど何もしない場合は多分ホワイトですねはい色を変えたい場合はこの色を選択しますここでも選べるんですけどさらに細かい色として、えー、カラーピッカーの方から選べますねで文字体は今インパクトになってますこれもここをクリックすると文字体が選べますねはい まあ、えー、っとね、縦表示から横表示からあるんですけど、縦の場合は、あ、まあいいか。うん。こちらに合わせてからですね。合わせてから表示を、こういうふうに変わりますね。うん。そのタイトルに合う。 ものにちょうど合わせるとはいこんな感じにもできますで大きさ自体は、えー、この今オレンジの脇にあるこれで、えー、フォント大きさを変えますねうん37ぐらいでもいいかなはいこれでえー、っと喋った時の タイトルの出るその表示のねタイミングを自分で決めます今日はケルですはい今日はマインクラフトもうちょっと前に置きたい場合はもうちょっと前こんにちはケルですはい今日はマインクラフトをやっていきたいと思いますはい で、えっ、ー、と、タイトルはね、大体言われてるのは3秒ぐらいが妥当って言われてますね。えっ、ー、と、もちろん、文章とか長いものになったらもっと長い秒数表示させた方がいいと思います。これも、えー、左クリックすると、えー、端の方に当てるとね、こういう矢印が出てきますね。の方でこう伸ばしたり、できます。で、これ自体を移動させるには、まあ、中央を左クリックで持っていく。このまま。 このまま移動させる。はい。という形になります。うん。あとは、えー、このまま動画ね、見ていただければわかるんですけど、こんにちは、ケルです。はい。今日はマインクラフトをやっていきたいと思います。はい。ということでですね、えっ、ー、と、今回は、はい。このままいくとかなり無音ですよね。 あのゲーム中の音楽でも使っていい音楽と使っちゃいけない音楽っていうのがありますから僕の場合は自分で、あのー、音を作っちゃってるんで何使おうが僕の曲であれば僕は大丈夫だということですねで今回使う BGM は、えー、ちょっとマイクラには合いませんジャンル的にはいこれを、えー、この音符マークのところに差し込みますでそのまま何もしないで再生すると ケルです。はい、今日はフラッ何喋ってか分かんないぞという <laughs> なりますねはいなので、えー、このボリュームを自分で、えー、と適切なボリュームまで調整します僕の場合いつも5なんですよねはいそうするとみなさんこんにちはケルですはい 今日はいこんな感じになります。えこれもね、えー、と特に YouTube に動画をアップされるときは、あの、上がるまで本当にバランスが分かりません。僕も何回も上げて、調整、微調整、微調整できて、今の状態になるので、最初のうちはもう声がちっちゃかったりとかね、はい、ありますね。もう上げてしまった動画はしょうがないので、はい、ここは。 自分で何回も何回も失敗してやるのも一つの手かなって思っています。はい。あとは、もうタイトルとかのエフェクトとか、あの、動くものっていうのはあるんですけど、それは細かく何回もやっちゃうとね、ちょっとしつこくなっちゃうので、えっ、ー、と、この今タイトル、クリックしましたね。ダブルクリックしましたねで。編集の脇にタイトル設定ってあるんですよ。で、ここでアニメーション、これ適用、クリックします。そうすると、こういう動いた感じになるんですね。 はい、適用にしたので今ここで再生をすると今日はマインクラフトをやっていきたいと思います、はい、こんな感じに、はい、という遊べる感じになりますはい、で、これをやっぱりやめたって場合は適用を外せばいいだけですねはいうんあとはエンディングはまあそのまんま 差し込みさっき、えー、ファイルの、2番目のファイルでやったので、はい。問題ないと思います。まあ、エンディングは入れないままいきたいと思います。はい。これで、だいたい一通りは、えー、動画作れるような感じになったと思います。で、僕も、えっ、ー、と、すべての機能を熟知しているわけではなく、毎回同じようなことをやっているので、この機能はどうなんですかこれはどうなんですかっていう質問には答え、 お答えできない場合が多々ありますのでその辺は、えー、ご自分で、えー、いろいろ調べていただくなり、えー、していただければ、えー、幸いですねはい僕もこれのマスターではないのでねただ初心者向けに一番最初使い方がわからない方向けの動画なので、えー、その辺はご理解くださいはいこんな感じでよろしいでしょうかうんあとは特にないよね まあ、動画上げた後でいつも反省しちゃうんで。はい。で、これは、えー、動画、例えばこれでもう完成しましたという感じになった場合ね。はい。あ、ちょっとごめんなさい。前後しましたね。えっ、ー、と、この BGM が、ここまでで切れちゃいますよね。一応短い BGM なので。で、これを動画全編に BGM これにしたいって場合は、右クリック。で、コピー。はい。 で、このまま持ってこれます。で、これっていうのは、前の、あのー、このね、素材にぶつかると、ちょっと反応があるんですよ。磁石がちょっとぺたっとくっついたような反応があるんですね。そのままするって抜けませんから。ちょっとね、ピタッという、こういう感じがあります。はい。なので、えー、くっつけやすいかなと思います。はい。で、えー、BGM と BGM の間は、これは、あのー、物によって使う素材によって、 全然、あのー、違和感がある素材になっちゃう場合もあります。ちょっとね、BGM がちっちゃいので、ちょっと大きめにして、鳴らしてみますね。で、こっちもコピーしちゃったんで、今5になっちゃったんで、こっちも20で合わせます。はい。ここでつなぎ目を見てみましょう。<music> えー、こちらですね。はい。 というのは、あのー、後ろと頭を僕がくっつくようにわざわざ合わせたんですね。はい。なので何もしなくても違和感ないんですよ。はい。で、ここで、あのー、このつなぎ目、BGM のつなぎ目に違和感あるよって方は、ここね、えー、フェードアウトと、で、今度つながる方、フェードイン、はい。 あとのの方はフェードインにして合わせるとそこが静かになりますその部分だけ <music>、えー、こちらですねはいこういう感じにね、うん、あの、モアーンとした感じであの、曲が始まるようなそういうニュアンスになりますのでこういうのも活用してみてください、はい、では先ほどのですね、えー、一番最後完了 はい、ここで、えー、っと、僕は MPEG4 これを使っています。えー、っとね、ここに説明書きがあるんですけど、えー、っと、YouTube や、えー、なんとか、これ使ったことないからわかりません。などのストリーミングウェブサイトにアップロードするのに適しています。とあるので、僕はずっとこれを使っています。他のものは使ったことないですね。先ほどの BGM を、えー、編集するときに使ったのはオーディオですね。はい。 で、えー、ファイル名。これは自分で決めてください。えっ、ー、と、例えば、マイクラだったら、ここで、マイクラ、はい、入れちゃいます。で、ファイルの場所。これも自分で決めてください。あの、編集済みという僕は場所を作ってますね。えー、っと、ここです。編集済みビデオ。ここに入るようになってますね。編集が終わりましたら。はい。 なので、こういうのも自分で作っとくようにしてください。はい。で、あとは開始すると、えー、終わるまで。そのままずーっと待ち時間になりますね。はい。以上です。えー、今回は、えー、とりあえずゲーム実況者向けの方が大きいんですかね。はい。の、えー、この、ビデオスタジオ X7。はい。ご紹介いたしました。 えー、ここまでご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。